うーん、もう本当にちゃんとした野党が欲しい。算数というか、簡単なシミュレーションもできないなら、マジで引退してほしい。あの人や、あの人。皆さん、こんにちは。はねです。本日は2021年7月の2日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、ほんまに野党の皆さん、小学生レベルのシミュレーションくらいしてよ、ってことになります。 この動画ではコロナワクチン接種についての立憲民主党代表枝野幸男氏の軽率さや安住淳さんの目先の利益追従などを確認したいと思いますので最後までお見逃しなく。では今回の目次はこちらです。で、まずはこちらの記事をご覧ください。こちらは産経新聞6月8日の記事ですね。見出しはワクチン接種発表ベースで1日100万件達成ですね。以下一部引用です。 首相官邸は8日、新型コロナウイルスワクチンの接種回数が7日時点で1834万8184回に上ったと発表した。前日比109万3504回増で発表ベースで菅義偉首相が目標に掲げた1日100万件接種に達したことになる。以上ですね。で、それに応じるかのごとく、6月9日の党首討論で菅総理はワクチン接種 一日100万件を達成したという発言をしたんですね。しかし、それについてはこのような反論があったんですね。こちらは毎日新聞6月9日の記事ですね。見出しは。首相、一日100万件接種を投資討論でアピール。実際は60万回かですね。以下、一部引用です。菅義偉首相は9日の投資討論で新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、自身が掲げた一日100万件接種。 の目標について8日は100万回を超えてきたと語った。首相はその後首相官邸で記者団に毎日過去の報告が上がってくるからどこで100万回というのはわからないがこのところは大体その数字になっている。正式に超えたのでそう申し上げたと述べ私自身が予想したよりはるかに早いペースだと胸を張った。これに先立ち 加藤官房長官は9日の記者会見で接種記録を後日まとめて入力する自治体もあり、公表日以前の接種回数も含まれていると説明。政府が8日に発表した累計は前日比で109万3504回増えていたが、実際の接種ペースは1日60万回程度とみられる。以上ですね。 また、これに乗っかるように、立憲民主党、枝野幸男代,代表は、6月11日の外国特派員協会での会見で、このように菅総理を批判します。おとといの党首討論でも総理は、すでに、 一日100万件の接種は達成したという根拠なき発言を無責任にされました。すでに報道機関だけではなく、加藤官房長官自体がその総理の発言を否定しているという情けない状態です。10月、11月までに全ての国内の希望者に接種を終えるというのも全く根拠がないということも政府自ら官房長官が明らかにせざるを得ないという状況になっています。 以上ですね。で、しかし、実は、加藤官房長官の言葉は、枝野さんの発言とはちょっと違うんですね。加藤官房長官は、あくまで、現在発表している接種回数については、それ以前の接種の追加報告文も含まれている、という話しかしてないんですね。まあ、要するに、6月8日に発表された、1日100万件というのは、6月7日の接種分と言いたいけれど、今、話題の VRS。 すなわち、ワクチン接種記録システムがやや使いにくいというのがあって、登録を後日まとめてするってパターンがあるんですね。まあ、その関係で、6月7日に報告があった分は、6月6日とか、まあ、それ以前の接種についての件数も含まれた数字であるというのが加藤官房長官の説明です。しかし、これを毎日新聞や枝野さんは、6月7日にワクチン100万件なんぞ言ってないと解釈してしまった。 少なくても毎日新聞に至っては6割程度しか到達していないと言っちゃったわけですね。で、しかしながら実は6月7日近くにはコロナワクチン1日100万件を達成してたんですよね。こちらは NHK6 月24日の記事ですね。見出しはワクチン接種順調1日100万回の目標を達成。加藤官房長官ですね。以下一部引用です。 新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、加藤官房長官は、1日あたり100万回という目標を達成したとした上で、来月末までに希望する高齢者に2回の接種を終えられるよう取り組みたいという考えを示しました。加藤官房長官は午後の記者会見で、ワクチン接種をめぐり、 今月9日と15日、それに16日は1日あたり100万回という政府の目標を達成したとして接種が順調に進んでいると考えていると述べました。以上ですね。で、こんなのはわかってたんですよ。 ワクチン接種件数の前日との差を見れば、6月7日ら辺からずっと前日より100万件ほど総件数が増えてましたから。まただいたい先ほど問題となった前日までの接種件数が含まれている問題ですが、ちょっとね、こちらを見てください。多分毎日新聞や枝野さんはこのように、 6月8日の発表文には前の文が含まれて100万件になってるから、その文を引けば100万件にならないって主張なんだろうが、ちゃうちゃう。じゃあ、本来6月8日発表文に入っておくべきだった報告だって遅れてしまってるんだから、結局余計な文と必要な文が相殺されていくと考えるのが自然でしょ 少なくても、だから、100万件になるわけがないと断定するのは間抜けですよ。正直、毎日新聞や枝野さんは、ほんまに気づかなかったのか。気づいているのにって時は、ただの政権批判のための悪意ある行動だし、気づいてないなら、ただのアホよ。まあもちろん、加藤官房長官の24日発表でも、やはり菅総理が100万件到達したといった、 6月7日分の接種件数は100万件に到達してなかったようですが、まあ、この文脈で言えばわずかに足りなかっただけでしょその微妙に足りなかったことを枝野さんは騒いだのかなそして少なくとも毎日新聞の言うような60万回というのはほぼ誤りと言っていいでしょうね。 あ、毎日新聞さんはファクトチェックで100万件超えてきたはミスリードとして6月10日に意見を主張していますが、まあほぼ100万件であったことは間違いないわけで。てか毎日新聞はこのようなファクトチェックを有料記事にしてるのは頭狂ってますよ。なんで誤った情報を正そうとする行為を有料にするんかな。いや、まあいいんだけどね。民間企業だから。 でも、ファクトチェックを見るのに金を出せっていう企業は、私はどうかなと思いますけどね。で、話を政治家に戻しますが、まあ、そんなアホなことをしているのは、立憲民主党を中心として、いつものことですけどね。こちらはジジ、時事 .com6 月30日の記事ですね。見出しは、野党五輪感染対策で検証チーム、空港や選手村を視察へですね。中身も引用しておきましょう。 立憲民主、共産、国民民主の野党3党は30日の国体委員長会談で東京五輪パラリンピックの新型コロナウイルス対策を検証する合同チームを社民党も含めた4党で立ち上げることを決めた。近く成田空港や選手村などを視察する。会見後、立民の安住淳国体委員長は記者団に現時点でも延期か中止がベストだと強調。その上で政府の開催方針を踏まえ対策がちゃんとできているのか。 点検が必要だと述べた。一方政府が新型コロナワクチンの職域接種の申請受付を再開しない方針を固めたことについて、安住氏は、ある意味詐欺で憤りを感じていると批判。政府に対して公的なところに回すワクチンを職域に回すべきだ。民間優先だと求めた。以上ですね。うーん、これもなんか、ボンクラスすよね。 いや、視察すること自体はいいんですよ。でも、これって、ウガンダの選手団の中に陽性者がいたって話が出たからですよね。で、何が頭悪いかというと、その視察とか、なんでもっと前から考えてなかったのっていうことですよ。どっかの枝野の男という人が、去年の10月に、検査をしたら安心して旅行に行けるとか盲言を吐いていましたが、それがおかしいってことはみんな知ったわけでしょ そしてワクチンの有効性が100%じゃないことも知ってるはず。まあ、だから、ウガンダの選手についての要請が出ることは分かってたはずですよね。そしてそのウガンダ選手への対応が政府がおかしかったというのが問題点のはずですよね。で、そのようなことが起きることは誰でも想像できましたよね。去年の水際対策を考えると政府の水際対策は微妙っていうのは多分これ、野党も国民も思ったはずですよ。 まあだから、本来はこのような視察の話は事前に考えておくべきだったんですよ。それをことが起こってから動き始める。まあもちろん動かないよりはマシですが、でもね、野党の人たちはこの事態を事前に想像できたはずですから。政府がいくら大丈夫と言ってても、それでもチェックしておくのが野党であって、裁きが起こってからこのように行動に移るとか、無能ですね。 また、まあ、動かないよりマシと言いましたが、また野党はいつものメンバーが視察するだけでしょ素人集団が。そいつらの視察で何役に立つんだか。また、ワクチンの話についての安住淳の発言はもうダメダメですね。もちろん、職域接種の件については、 政府側にそれなりの責任がある気がします。現在職域接種、まあ、すなわち会社で医師が従業員などにワクチン接種をすることについては、新規の申し込みがストップしてますよね。そして準備をしてきたのにそれが台無しだという意見もあります。ただこれについては、これまで申し込んできている企業がかなりいい加減にワクチンの必要件数を申し出てきているという話もある、などの事情もあります。 ここについてはもっとちゃんと申請時の要件を設定すべきだったようにも思えますしかしそれだとワクチン接種に時間がかかってしまうという問題点があります。準備が無駄になった企業についてはまた別で考えるとして申請時に多めに申請した企業はワクチンを余らせることなく使い切ってもらうしかないでしょう。 ただこれは広い視点から考えれば、すなわち企業の金銭的不利益に目をつぶって感染を抑えるという視点で見れば想定よりワクチン接種が進みそうという意味ではいいことなんですよね。用意しているワクチンを使い切れそうなわけですから、あとは2回目接種の問題だけはちゃんとしてくれよとは思いますが。さて、それに対して安住淳さんは公的なところに回すワクチンを職域に回すべきだ。民間優先だと。 うーん、これって選挙目当ての点数稼ぎですかね。公的な場合のワクチンってどこの話をしてるんだろう自衛隊とかそっち系ですかねそれっていわゆるエッセンシャルワーカーになってくるのではワクチン接種は必須でしょ一体誰に打つべきワクチンを民間に回せと言ってるんだろうそれともまさかまた国会議員は後回しでいいんだってょうですか、まあ、そういえば以前も野党は 国会議員のワクチン集団接種について国民の利益を得られないと言ってやめてましたよね。まあこれは自民党側も最終的に了承しているので自民党もよろしくないんですが国会議員はこれからますます選挙モードに入って全国に散らばるじゃないですか。まあそれこそどっかの川内博さんは毎週のようにこれまでも 九州に戻ったみたいですが、それが様々な国会議員にも伝播するわけですよね。まあそうすると国会議員が原因として感染拡大がいつ起こるかわからないわけで。国会議員もおとなしくしてくれるならワクチン接種は後でって話もあるかもですが、動き回るならさっさとワクチンを打っておきなさいと。そして国会議員が倒れると国民生活に不利益があるんだからワクチンを優先して打つことはいいことなんですよ。 もうマジで野党もマスコミも国益のためという視点を忘れないでくださいよ。目の前の人気のためだけに働く野党なんていらねえんだよ。と思うんですけども皆さんはどんなご意見をお持ちでしょうか。ぜひともね、何かご意見ありましたらコメント欄にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。概要欄もね、いろいろ書いてますからチェックしてください。ではね、またこちらの動画か、もしくはね、こちらの方の再生リストもチェックしてください。では、バイバイ。